ヘイラシャイスシクイネです。今日もつめちゃりやっていきます。サンキューの1492からスタートです。よろしくお願いします。つめ将棋をね、毎日コツコツやることによって、こう、気力が上がると、いうことをですね、こう、すしクイネを通じて、皆さんにお届けしていきたいと思っております。これは、ね、攻略するんでしょう。よし。はい、次の問題です。これは何じゃ。あ、歩が利く、あ、待って、飛車も利いとるやん。ってことは、いっぺん、玉を右側に寄せたかんと飛車がね利いてくるから、まあ、飛車の道がね開いちゃうから、まあ、こうでしょう。うん、よしよしよし、詰めちゃれ2球ありがとうございます。はい、次行きましょう。これは、尻から金、金飛車。なんかそれでいけそう。なるほど。これか。横に避けたら、そうなんだよね。その時困るんだよね。ちょっと待って。え？なんこれ。そうなんだよ。横に避けたら困るんだよね。じゃあ、歩ついてみる？は？ああ、そっか。そっか。飛車来てるわけじゃないか。飛車が効いてるわけじゃないのか。じゃあ、理由やね。で？飛車回ったらどう受けるんですか。ああ、そっか、これ馬が効いとんか。なるほど。これさ、なんか詰めろ、自陣詰めろじゃないしさ、なんか言って言ってでいいんじゃねって思うんやけど、ダメダメ。で、ダメか。まあ、詰将棋ですもんね。詰将棋ですもんね。しょうがないよね。っていうか、金、なんで取らんかったん。あ、そうか、飛車が利いとんか。あ、この飛車忘れとった。そっかそっか。やっぱ分からんな、これ。ちょっと待っちゃ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 。ちょっと分からないのでね、これ、分かる方、ぜひ教えてください、コメント欄で。はい、次の問題いきます。飛車、角、金。まあ、いっぺん角打って、で、金で釣り出してから、竜なれば、ここまでと。よし。次行きましょう。これは、竜切ったら、なんかね、遠いよね。ということで、歩取ったら、合駒して、まあ、でも歩取りたいよね。こうかな。これもむずない？切ったらアウトよ。歩が効くとでも言いたいわけ？いやー、効かんでしょ。え、だってこう取って、歩打って、ダメやろ。ダメやろ。ん？ん？なんこれ、なんこれ。あ、ん？待って、これもしかして、金打ちじゃね？分かってしまった次行きましょう。
これは何だろうか。銀打って上がったら下がってなんか通ったら金があるのか。ってことで金打って下がってあ抜けそう。こうか。でこう打っておお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 そこは読んでなかったけど詰むね、うん、はい。ということで次の問題いきましょう。うわー金銀いっぱい打ちつけたね。これはどうしようか。馬切ってついてったら金は紐ついてる方以上オブ。馬切る歩ついて上がってきたらあ、ちょっと待って、こっち。で、ついて、上がってきて、あ、この歩が角の紐がついとるんか。なるほど。で、逃がさないよって、あ、ちょ、時間切れた、もったいない、今の。もう、ちょっと待って。焦ってもうた。これは何だろうか。あ、強者聞いとる。ってことは、こうかな。こうだね。で、歩が効くんだよ。これがありがたい。よし。つめちゃん2球、復帰。よし。次の問題いきましょう。桂馬。金銀。金打って、これ同飛車しかなくて、いかん、わからん、これなんか詰みそうやったんやけどわからんかった。なんじゃこりゃ。あ、もしかしてさ桂馬捨てたり銀捨てたりする？桂馬捨てるやん。玉下がったら。また桂馬捨てる？いやー。同金、同金、なぜ同金？ダメだこりゃ。難しくない？わからん。あ、わかったかも。これさ銀なり捨てるんじゃね。でもう一回打ち直すんやん。そしたら仮に横に寄ったら金打ちまでちゃったろっていう歩が邪魔やったんか。なるほどね。これ難しいわ。ラスト1問いきましょう。金寄ったら金寄って下がって竜入って歩打たれて、あ違う、竜入って歩打たれて竜入ればいいか。あ、なるほど。じゃあこうしたらいいんか。こうしてこうしてでこうかな。うん、オッケー。はい、ということで、今回は2級の1508まで、上がっていきました。ポイント結構上がった。
10ポイントぐらいか。うん、はい、ということで、つめちゃれ今日もお疲れ様でした。チャンネル登録とコメントの方もよろしくお願いします。ということで、お会いそっ。